し、俺とお前とどっちが強いか、酒つぼをしようぜ、酒つぼをしようぜ。お次はいないですか、お次は。
真面目な話しとんのに笑いに逃げる卑怯者か俺は。しゃあないやこれが俺や。あへあへおへあめはダウンダウンが好き好きでスカちゃん羽織って風を切って尖ったふりして息だってクラさんも食わないでいた。それでいいんです。このまま平和に終わりましょう。ね、そうしましょう。会社の近くの食堂で、俺が昼中華丼食べとったら、仕事できなさそうな小太りの中年サラリーマンが入ってきた。サラリーマンは席についてスポーツ新聞広げながら店のおばちゃんに大声で注文した。その注文内容に店におったみんなが驚いた。その注文内容とは焼き飯と、はい、ヘイライスダイ焼き飯とライスダイ焼き飯とライスダイ焼き飯とライスダイライスアブライスライスアブライス焼き飯とライスだー焼き飯とライスだーライスだーライスだーしばらくしてボリューム満点の丼いっぱいのライスと皿いっぱいの焼き飯をおばちゃんが持ってきた。それ見てサラリーマンびっくりして言うた。わしが頼んだんは焼き飯ちゃうで焼きそばや。おばちゃんが言う焼き飯言うて始めましたよ。サラリーマンが言うわしはちゃんと焼きそば言うたて。おばちゃんが言う焼き飯言うて入りましたよ。焼きそば焼き飯焼きそば焼き飯焼きそば焼き飯。興奮したサラリーマンが横で食べとった俺に向かって言う。兄ちゃんわしちゃんと焼きそば言うてたやんな。俺が言う焼き飯言うて入りましたよ。サラリーマンが言う普通焼き飯言うたとしても焼き飯とライスライがこの注文おかしいやろかい。おばちゃんが言うじゃあ作り直しましょうか。作り直す必要ないね。食えばええやろかい。食えば箸でライススプーンに持ち替えて焼き飯箸でライススプーンに持ち替えて焼き飯丼持ってライス皿に持ち替えて焼き飯焼き飯のライスライスの次は焼き飯焼き飯ライスライス焼き飯焼き飯ライスライス焼き飯焼き飯ライスライス焼き飯。これ妻の口癖やったな。寂しくてついつい俺真似してもうてる。リビングの壁に残るピンクのシミはあの日ぶちまけてもうた真っ赤なスパークリングワイン。幸
幸せだった日々は泡のように消えていく。スポーツジムもエステの金も出してあげとった。俺の働いた金で磨いた体、死ぬほど嫌いな上司に抱かれ帰ってけえへん。月俺は80時間残業する。妻のために働く。妻が勝手に決めたマンション、将来見据えた 4LDK。 人をダメにする特大ヨギボーのビーズクッション、そこに転がり、妻は毎晩アニメを見ている。この二人の幸せな愛の巣、35年ローン。なんや女子が言うとったんか。なんやね急に朝帰りって。一生好きって俺のことを言ってくれたのに、一瞬で好きになったゴリラの体。軽蔑している上司に抱かれ帰ってけえへん。NTR NTR お店旅館で NTR 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 夫より大きい NTR NTR 素人一つは NTR 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 ゴムだけはつけてね。NTR 深夜のお店で NTR 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 あーむちゃこんなとこダメ。 NTR NTR 出会って4秒 NTR 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 あーもうダメダメ。それでお前たちも酒を飲んで今日一日楽しかったな。それで人が死ぬんだぞ、こら！だから殺してみろ！月が綺麗だった。
中大以降全然足りない俺のいつもの悪いライブのパターンになってるんですよ。これで盛り上がってるかのように思えて、実は一部の人だけが喜んでる。その一部の人は先が切れたら忘れてるっていう、一番大丈夫かな、一番これに対して読んで後悔してるのが柔道さんですね。これダメです。今からでもまだ方向軌道修正聞きます。聞くの、聞く、あと10分ぐらい持ち時間行きますよ。中断以降の人たち、
続けた。どっこいどっこいどっこいしょ、どっこいどっこいどっこいしょ、どっこいどっこいどっこいしょ、よっちょりよっちょりよっちょりや、もっとやりたかったです。俺たち4つぐらい入るやん。これで最後1曲だけ締めさせてください。指先に生えてる毛なんてあらへん。でっかい家トータル、子供の頃母と交わした約束、会社をクビになって5年母の年金に頼って生活、このままじゃ死にきれるわ。台所で泣いた70の母、きたきたのネクタイ、気分が重く足が進まない就活、コンビニで働くよそじの一つが、寂しさを紛らわすための割り切った付き合いが割り切れだ。会う時は人目を気にしながら決まって隣町のラブホ、子供が塾から帰るまで平日の昼間サービスタイム、今朝は茶柱が立ったのに今日の俺のは立たなかった。何をやってもダメな俺を慰めてくれるヤンデレの一妻、子供が握ってくれて一緒に食べよう。ヴィトンのカバンから弁当箱、蓋を開けると子供が握ったおにぎりと抗うつ剤、うちだってあかんことしてるの分かってんねんで、でも誰でもええから愛してもらいたくって、もう何もかも投げ捨てて人間やり直したいぞ。おばあんだってやりたいよ、こんなはずやなかったよね。みんな明後日とか明日になったら死んでるかもしれへんしな。長い年月の中でちゃんと悔いのない生活してるか。俺のお宅林康夫も今年死にました。おい
まだ何も終わってないけど、この曲はもう DJ さんかけてると思って流してたな。日比谷野音からもうあれから3年経ちました。あの会場で長ちゃんは誰以上に目立ってた。あんなに目立たなくてもいいのに、ここぞという時に俺はオタクだということをアピール。これがオタクのいいとこ。まだ何も終わってない。また向こうからロッドの会場でこれから盛り上がる。くれぐれもこのライブは忘れて一旦クールダウンして、そして最後までトラブルのないイベントに仕上げよう。お酒を取ってくれたみんなありがとう。一人一人は悪くない、悪くない。そしてこの音楽のもとで今日出会えたことに感謝しよう。ありがとう。キュー君は怖い。